大丈夫です。あ、はい。それではお時間になりましたので、あなたのサイトのアクセス系統と統合するまでの話というタイトルで、ドナルドラボの長からお話とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ではですね、まず最初に簡単に自己紹介の方をできればと思います。まずですね、私は、長拓也と申します。で、ちょうどトララのアナラボに入社したのはちょうど2021年の1月に入社して、ちょうど1年とちょっとになります。現在はですね、トララの通販のウェブディレクターの方をやっております。当面のミッションはですね、最高の推し活体験を提供するというのが最高の SR のミッションとして、いろいろ、マーケティング業務に取り組んでいる次第であります。次ですね、トララのラボに入社したりきっかけとしましては大きく2つありまして、まあ、当初は前職までは自分の方はですね、まあ、B2B にいたんですけれども、まあ、B2C の特に EC 業界のマーケティングに携わってみたいと思ったのがきっかけになります。ただですね、ちょっとその時にですね、まあ、週1ぐらいの頻度で、まあ、トラナー店舗に通っていたってところがありまして、まあ、そういったご縁で入社していただきました。あとは、ま、趣味の方ですね、まあ、少しいくつかありますけれども、少しま、この場をお借りしてお話しすればと思います。まあ、趣味の方は一つ目はですね、まあ、秋葉とか池袋を散策するような生活をしております。まあ、週末は大体どちらかに出没しますね。あと、ハサミ池だったりとか、好きだというのはありますけども、あと、ま、個人で合唱団の方をやってまして、ま、結構合唱団の方をやってたりしてます。まあ、最近の夢としてはですね、まあ、好きな合唱曲をですね、ま、ハサミ池に歌わせてみたいという、ま、素朴な夢があります。あとは本屋さんが好きなので、まあ、本屋巡回したりとか、まあ、銭湯とか食べたり行ったりとか、そんな生活を送っているような人間です。自己紹介は以上になりましてね、早速今日の内容に入っていければと思います。本日の内容ですけれども、今日はですね、ざっくりですね、7つのサイトのアクセス系統を統合するまでの話というところで、こんな形の流れでお話しできればと思います。まあ、まずですね、当初どういう状況だった、当初ですね、この7つのサイトのアクセス継続基盤がどんな状況だったかっていうのを背景をお話しした上で、それを統合するまでの道のりの方のお話をして、その後ですね、ミッションコンプリートと書いておりますけれども、その、統合した後、まあ、どう変わったのか、というところをお話していければと思います。あと最後にですね、終わりにというところで私の方から、トラナーラボのマーケティング体制の方を少し紹介できればと思っております。では、最初のセクションですね。分断されしの後のサイトというタイトルでお話ししていきます。ちょっと脱線しちゃいますけれども、まずそもそもですね、トラナナの通信販売って何ぞやっていうところから少しお話しできればと思います。まあ、左側にちょっとキャプチャーを貼っておりますけれども、まあ、こんな形の、通販サイトになっております。で、どういう通販だったかと言いますと、主にですね、同人誌をメインのコンテンツとして扱うオタク向けの通信販売サイトになっております。ただですね、同人誌だけではなくて、コミックラノベですとか、あとはフィギュアの方ですね。そういったことも、そういったものも販売しております。中心は同人誌だけれども、オタク向けの様々な商材を扱う通信販売サイトになっております。ただですね、近年のコロナ禍ってところもありますけれども、グローバル需要の影響もありまして、年間の売上高としては140件を超えてきているようなサイトになっております。こちらはですね、別途プレスリリースなので、弊社のプレスリリースを見ていただくと詳細詳しく書いてありますので、ぜひご覧ください。では、通信販売とは何ぞやところは以上にしましてですね、まず、そもそもアクセス継続を統合することになった背景の方をですね、早速入っていければと思います。当初私がまあジョインした時の状態なんですけれども、実はですね、トラナの通信販売に関連するサイトとしましては、サブドメインを含めると合計7つ存在しておりました。一番左側がですね、今お話した通販サイトというところになりますけれども、実はそのサイトの中でもですね、商品の全年齢向け、一般向けか、まあ、千年向けかというところで2つ分かれておりました。で、左から2番目ですね。こちらが何かと言いますと、トラナナの総合サイトという立ち位置でサイトが1つ存在しております。まあ、具体的にはですね、トラナナ弊社の様々な他の事業や実店舗との、掛け合わせた、総合インフォメーションサイトですね、になります。そして真ん中のサイトは何かと言いますと、こちらはですね、主に、
Google の広告ですとか、Twitter の広告用の集客ページとして機能させていた、ざっくり広告用サイトというものがありました。次、右側2番目ですね。こちらが、トラナナニュースサイトと我々は呼んでいますけれども、こちらはですね、実店舗も含めた様々な弊社の情報を、告知するためのニュースとしてのサイト、ニュースサイトになります。そして右側2つありますのは少しちっちゃいですけれども、上側ですね、トラナナ FAQ サイトという立ち位置でですね、通販の様々な、ヘルプページの役割を果たしているようなサイトです。そして一番右下、トラコインサイトと書いておりますけれども、こちらはですね、弊社のグループ、弊社のさまざまなサービスですね、トラナナですとか、あとは、クリエイター支援サービスでやっております、ファンティアというものがありますけれども、そういったところで利用できるウェブマネーを提供するトラコインのサイトになります。こういったですね、合計7つのサイトが、通販に関連するサイトで存在しているような状態でした。そしてですね、これらのサイト群の運用体制としてどうなっていたかと言いますと、実は右側の FAQ サイトとトラコインサイト、この2つはですね、実は1年前までは、実はアクセス検索は行っていない状態でした。そして真ん中のこれらの5つのサイトですね、こちらはですね、アクセス検索基盤としましては、それぞれのサイトで個別に Google Analytics を導入して結束をしている状態だったんですね。さらにはタグの配信なんかも、それぞれ別で管理しているような状態でした。もともと最初から一緒にすればいいじゃないかっていう話もあると思いますけれども、当時はですね、社内の方にですね、アクセス分析ですとか、ウェブマーケティングというのを専任で行う担当者が不在だったところもあって、それぞれが個別で行っていたという背景があります。こんな状況だったわけですけれども、実はですね、抱えていた問題が大きく2つありました。これから詳しくお話ししますけど、一つ目がセッションの分断っていう問題と、もう一点が流入経路のブラックボックス化っていう問題がありました。例えば一つ目ですね、セッションの分断について詳しく少しお話ししていきますと、例えばですね、弊社のユーザーさんの回遊行動の流れとしましては、こういうケースが多々頻発しているおります。例えばですね、トラナナの総合サイトに訪問をして、そこから通販サイトに一度、遷移しまして、で、またですね、ちょっと FAQ を見るために離脱をして、また改めて通販に戻ってくると。そういったユーザーさんの行動が散見されておりました。ただですね、こういうケースを、本来は一つの回遊行動として、一つのセッションとしてカウントしたいというのが理想だったんですけども、当時の、アクセス計測基盤の、分かれ方が原因でですね、これらのセッションが全部分断されてしまうという現象が起こってしまっていたんです。つまりですね、通販サイトのアクセス分析をする際には、こういった一連の回遊として見たいという行動も、最終的には一度リスト出しして、また訪問した行動と判定されてしまうことがある。こういった問題がありました。2点目ですね。流入経路のブラックボックス化というところになりますけれども、こちらも先ほどセッションの分断が原因で起こっていた問題になりますけれども、例えばですね、Google 検索ですとか、もしくは各種広告、Twitter とかですね、そういった広告の媒体から、トラナナ総合サイトに入ってきたんだけれども、そこから通販サイトに買い物するために遷移した。こういった行動も、よくあるんですけれども、同様にですね、セッションが分断されてしまうがゆえに、通販サイトのアクセス計測上では、ここへの流入がですね、裏書きされてしまって、直接流入したと判定されてしまっていたんです。こういった問題が発生していたのが、当時の状況になります。つまりですね、例えばですね、こういった問題があることで、例えば、本来は1回のセッションですね、訪問から離脱するまでの行動として計測されるべき行動が、分断されてここに関されてしまう。こういった問題があることで、例えばですが、セッションが余計にカウントされてしまうことで、注文率、コンバージョンレートが正しく計測されていないんじゃないか。ですとか、もしくはですね、大元の流入経路が直接訪問に分かれてしまう。そういったことで、視線検索だったり、広告だったりと、そういったユーザーさんの訪問経路を正しく把握できない。または、流入経路別の売上貢献を正しく把握できない。そういった、大きな問題があったというのが、当時の状況になります。
まあ、当時ですね、まあ、入社した身としてはですね、このままの状態で、アセスケースの規制が高くない状況ではですね、まあ、このままいくら施策を行っても、改善の意思だったりとか、もしくは施策の継続判断ですね、そういった判断がまあできないんじゃないかと、で判断、といったことを考えて、これはまとめていこうという考えに至っております。ここで立ち上がったミッションがこちらですね。まあ、通販サイトとそれに関連するサイトをまたいでアクセス継続基盤を作るというところで、まあ、言い換えるとですね、クロスドメイントラッキングをこれらの中のサイトで行えるようにしようというミッションが立ち上がったことになります。補足となりますけれども、実はですね、まあ、このクロスドメイントラッキングを、用いて複数サイトを統合してですね、アクセス継続することなら実はデメリットもあるのが事実ではあります。例えばですけれども、目的だったり目標が異なるサイト同士では、より分析の際の複雑性が増すため逆効果になってしまうんですね。例えば、通信販売サイトと法人向けの事業サイト、これらを同時に複合的に見てもなかなかメリットはないような状況です。ただ今回は、通販サイトとそれに関連するサイトのみ、やったら全く問題ないだろう、全く問題ないだろうというところで、統合したのが背景です。ですので、今回お話しする内容はですね、ご覧の通販サイトと、あと、それを補助する役割のサイトに絞って統合したという話になります。弊社のですね、他の事業であります、ファンティアですとか、クリエイターの、などのサイトは、また、別管理をしております。はい。では、ここまでですね、アクセス基盤を統合することに至った背景のお話でした。次にですね、どういうふうに統合していたのかというところをお話しできればと思います。ちょっと、初見だと難しいかもしれませんが、この、絵が描いてあります。これはですね、アクセス基盤の当時のアカウント構成になります。まあ、黄色がですね、アクセス分析ツールであります Google Analytics の、アカウントで、緑がタグ配信を行うためのタグマネージャーです。で紫色がですね、Google Optimize という AB テストですとか、また検証がのためのツールになります。まあ、そのアカウントをですね、このような形で運用していたような状態です。まあ、ご覧の通り、各サイトに、アナリティクスが入っていたりとか、あとタグマネージャーが入っていたり、いなかったりとか、あとは検証ツールが通販だけにしか入らないと、まあ、こういった状況でした。まあ、これをですね、最終的には、今の、話がこちらにですね、書いております。まあ、こんな形でですね、まあ、新しくメンバーが増えた時には、ちょっと初見だと分かりにくいかな、ところがあったのは事実なんですね。次ですね、これらの状況をどういうふうにまとめて貼っていった構成がこちらになります。このような形でですね、タグマネージャーを、計測したいサイト全部にまとめてまず入れてしまって、その上で、アナリティクスと、検証ツールである Google Optimize ですね。そちらを配信をして、これらの計測したいサイトをまとめてアクセス分析できる環境を作ったという話になります。ただですね、これらを実現するにあたって取り組みたこと、まあ、たくさんあるんですけれども、実はですね、至ってシンプルな取り組みしか行っておりません。ただシンプルではあるんですけれども、まあ、実はひたすらな地道な取り組みでしたというのがちょっと振り返りとしてはございます。まずですね、それぞれの今、当時あったアカウントですね、こちらの設定状況まで全部確認していきます。まあ、全部アカウント状況ですとか、設定内容を全部確認しつつですね、例えばタグであれば、動いているタグを設定で全部確認をしていく作業になります。実際ですね、100前後タグがあってですね、結構、全部チェックするのにちょっとかなり時間がかかってしまったという思い出があります。次にその上ですね、クロスドメインドラッキングを行うためのアカウントを新しく作った上で初期設定を行っていきます。まずは、今回アクセス継続をしたい、本命のサイトであれば通販サイトです。そちらの方にまず継続を入れてしまって、で最低限必要な e コマース連携ですとか、そういったことを全部設定を施していく。でそれが終わった上でですね、クロスドメインを継続したい各サイトに段階的に拡張していく。そういった、ステップを行っております。で、それら、全部完了した後ですね、ちゃんと、そのサイト間をまたいだ行動が、理想通り継続されるかというところですね。ところで、テストツールを用いて、様々なパターンを試して、ちゃんとセッションスタイルが確認していく作業になります。ここは結構、シンプルなので、今回も詳しくお話しすることは割愛できるかと思います。
で、最後ですね、ミッションコンプリート編というところでですね、まあ、これらのアクセス統合基盤を、実現した後どう変わったかというところを、簡単にお話しいたします。で、まず、キャプチャーちょっと貼っておりますけれども、最終的にはですね、現在も行っておりますような実際の Google Adsense の構成はこのような形になりました。こんな形でですね、アカウントを一つ、プロパティも一つにしまして、その上で各ドメインごとのビューを作って、もしくはそれらをまたいだ分析をしたい時のために、各サイトを全部統合した別のウェブサイトデータというところにまとめているような状況になります。そしてですね、具体的にいろいろ分かったことがあります。一つ目ですね、いろいろと正しい値が判明したというところになります。例えば、コンバージョン率ですね。こちらもですね、クロスドメインに移行してから、その前後で比較すると、値が実際変わっております。まあ、つまりですね、まあ、正しいコンバージョン率が判明したということになります。2点目ですね、流入経路。こちらについても、正しい流入経路が分かるようになりました。特にですね、Google 広告ですとか、Twitter などの各種広告経由の精度というのが大きく向上しました。2点目ですね、今回はタグマネージャーの方も、まとめて入れてしまいましたので、まあ、各サイトのタグ配信からの一元化というのも実現できました。最後ですね、同様に Google Optimize という検証ツールもまとめて入れてしまいましたので、ツールを活用して AB テストを行いたい時の、それが実施可能なサイトが大きく拡大したのも事実になります。まあ、こういったですね、今まででは得られなかったことが分かったというのが大きな成果になります。ここまではですね、ちょっと内容としてはシンプルだったかもしれませんが、アカウント統合、クロスドメイン計測を7つのサイトで行ったお話になりました。はい。では最後ちょっと私の方から終わりというところでですね、いくつか、我々のマーケティングチームの紹介の方をできればと思います。はい。まずお知らせになります。私は虎の名ラボではですね、エンジニアさんの方々だけではなくて、ウェブマーケターですとか、ウェブディレクターの方々も積極的に募集しております。実際に社内にはエンジニアの方やデザイナーの方がたくさんいますので、内製化が整っているような状態ですので、迅速な施策と改善が行える体制になっております。次にですね、トラノナ通販の方のマーケティングチームの取り組みを少し紹介できればと思います。通販のマーケティングチームとしてはですね、例えば SEO 内部対策の方に力を入れております。例えばですけれども、まあ、Google 検索順位に影響がある4つの指標の1つで、4つの指標であるコアウェブバイタルの改善ですとか、あとは重複コンテンツ対策ですとか、内部リンクの整備などが代表的な施策として挙げられます。またはですね、レイアウト面というところで、まあ、UI、UX を目的とした機能改善や動線の改善などを行っております。直近ですとですね、通販サイトによくある星物リストの画面の利便性向上ですとか、あとは、通販者の共通ヘッダーメニューというのがあるんですけども、こちらもデザインリニューアルなどを行っております。ただですね、これらに限らずなんですけども、エンジニアやデザイナーと協業する領域はもちろん、メールマーケティングですとか、あとはキャンペーンの効果分析ですね。そういったことを様々な取り組みを行えるというところで、業務の範囲としては非常に広い特徴があります。まあ、端的に言いますと、まあ、売上、まあ、すなわち、各の LTV ですね。向上に向けて何でもやるチームと思っていただければと思います。次にですね、取り組みの事例を少し簡単、いくつか紹介できればと思います。例えばですね、こういったことをやってきました。まずはですね、通販のヘッダーメニュー改善というのを行った事例ですね。左側が改善前、右が改善後になります。もともと課題としましては、男性向けや女性向けの表示ですね。そういったことの切り替えや、あとは同人誌や、コミック、ラノベといった、そういったカテゴリーの切り替えが、まあ、専務前にできないといった課題がありました。まあ、それらを解消するためにですね、上部の共通ヘッダーの部分を、回収したというのがきっかけになります。まあ、男女向けの切り替えボタンですとか、各、詳細カテゴリーの切り替えなどを、ちゃんとファーストビーに持ってくると、そういった内容になります。あとは SEO ですね。例えば、こちらの例としてはですね、SEO の一つ、コアウェブバイタルの改善なども行っております。コアウェブバイタルですね、こちらは Google 検索順位の決定要点に組み込まれている指標なんですけれども、そちらの一つである、まあ、CLS と呼ばれる部分ですね。具体的には、
読み込みがちょっと遅れてしまって画面がちょっとカクつく場合です。そういったことになります。それらの改善をが、Google の推奨値を超えている場合ですね。そういったページを対象を絞って改善していく取り組みになります。はい、次に、各種検証というのも随時行っているような状態です。例えば今映している事例ですと、商品の一覧ページですね。そういったページの一覧する列の数をテストしたこともございます。例えば、3列と2列、どちらがコンバージョン率が上がるのか、そういったケースをテストしました。まあ、ちなみにこのケースですと、3列の方がですね、結果的にコンバージョン率高いという結果が得られていまして、弊社では、現在は基本的には3列表示にしております。事例は少し今3点のみにとどめましてですね、最後ですね、少し対戦の紹介をできればと思います。実は現在ですね、マーケターディレクターの体制としては現在5名体制でやっております。ちょうど1年前はですね、2名しかいなかったんですけども、この1年で3名追加されて、今は5名ということになります。トラナ通販を除く新規事業、ファンティアクリエイターなどの方に今3名おりまして、通信販売の方は2名でやっております。またですね、我々マーケター同士のスキルアップを図るという目的で、月2回程度ですね、マーケティング勉強会の方も実施中です。例えばですね、最初的なレポートですとか、個人のノウハウ紹介ですとか、あとは取り組んだ施策の成功事例、もしくは失敗事例ですね。であったり、業界トレンドですね、こちらの調査結果の共有などを行っております。個人的にはですね、2、3年後には、それぞれが得意領域を持った、今5名ですけど、10人前後の最強のマーケティング組織にしていきたいという思いもありますので、ぜひです、応募の方をお待ちしております。ただですね、応募をするのはちょっといきなり応募はハードルが高いよって方はですね、カジュアル面談というところも随時実施中ですので、ぜひ興味ある方はそちらの方をお申し込みいただければと思います。本日の私のお話は以上となります。ご清聴ありがとうございました。